ケイチョンチャンネルで僕らは育った。ケイチョンチャンネルの子供たちだ。はい、ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル。これだけのワンラブさんの前にやってきたということは、6月3日に行われるフェス in 愛知、本日は、ケイズインストアライブモレラギフコーナー。普通はですね、ライブやって、終わった後にこういうのってやったりするじゃないですか。まさにあと15分後にやるという直前にオープニングを撮ると、そこでやるんですよ。そこでやってお客さんが入ったのに出てきた。そうですね、 KJ もあそこにいますし。あ、KJ、 KJ、 KJ、 やっぱりね、岐阜の方はすごいね、お行儀がいい。見てください、ちゃんと上げてくれてますから。ちゃんとね、何かをやってくれるんじゃないかなというぐらいに上げていただいてますけど、今からあっちで歌を歌いますので、ね、やりましょう。やりますんで、皆さん本日よろしくお願いします。行きましょう。行きましょう。お願いします。無料ですよ、無料、無料で。I'm not afraid.
チから教えてきますよ。
慨深いですね。私、ちょっとお休みしてる期間が、9年半、約10年ありまして、で、一番最初には2015年に、またちょっと表舞台の方で、踊らさせていただいたんですけど、その戻ったその年にですね、実はこのワンダルさんにお声掛けをいただきまして、岩尾さん、こんな時なんで、ワンダルで何かできることがありましたということで、なんとワンダルさんの CM をいただいて、何かできましたら本当に何でも言ってくださいということだったんで、ちょっと甘い話だと知りませんが、東海地方で何か番組とかできましたら嬉しいなって、ちょっと聞こえるように言ったら、実は愛知 FM さんのラジオ局でなんとレギュラーの放送をいただくことができまして、なんとその愛知 FM さんでやっているラジオも、もう今年で6年目を迎えるんですよ。だからもう5年前にお話しいただいても、その5年間そんな時に私に声をいただいて、でも今6年目を突入しているという、そのワンラブさんのもと、この岐阜でワンラブの目の前で、こちらで皆さん私を見てるから分からないかもしれませんけど、私はずっとワンラブというロゴを見ながらワンラブというロゴを見ながらずっとこう何かこうね、歌を歌ってるんですけど、なんかちょっとこうグッとくるものがあるんですよね。中でかける翼、すべてが輝いて、信じてればたどり着くさ、憧れていたステージ、笑えない時もらった、孤独にただ耐えるいた Everything、 高い壁の中泣いた、そんな時があるこそさ、叫べジャンプ and shout、 震えるような中山さんは
チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。